CB チャンネル旅の備忘録。いつもご視聴ありがとうございます。 CB チャンネルです。ただいま道の駅に向かっているところです。どこの道の駅かは後ほどお伝えしますってサムネ見ればわかりますよね。現在時刻は午後3時40分。外の気温は23度。お、日本で一番有名なお店ですね。道の駅の入り口渋滞にはまってます。この道の駅はとにかく混むんです。しばらく並んで駐車場内に入れました。やった！今回お世話になるのがここ、道の駅八王子滝山です。そして交差点の渋滞から15分くらいで駐車できました。それでは早速様子を伺いに行きましょう。 CB チャンネル。さあ行くぞ。まだまだ渋滞は続いてます。車の間は注意して渡りましょう。可愛らしい看板ですね。ゴミ箱はトイレの入り口に設置してありました。このお方は八王子の大スター、人気バンドニューロティカのあっちゃんです。ちなみに私はあっちゃんの古くからのファンで、何回かお会いしたこともあります。店内はそこまで広くはないけど、明るくて見通しのいい作りになってます。元気に咲いてる綺麗な花たちもたくさん売られてます。そして時刻は午後4時を過ぎました。ちなみにこちらの道の駅は東京都に存在するたった一つの道の駅なのです。なので先ほどのように渋滞するほど人気なのです。都内にももっとたくさんの道の駅があればいいのに、そう思うのは私だけじゃないはず。フードコートも人気のようです。カレーのお店があったり、
お蕎麦やラーメンのお店があったり、これは悩みますね。しかし私たちは大好きなソフトクリームをゲット。幸せです。空を見上げたら秋の雲が広がってました。何気に怪しい雲も多い。こちらは川を挟んで隣にある第二駐車場になります。こちらの駐車場は午後6時には閉まってしまいますので、注意してくださいね。今回のお楽しみは、こちらの道の駅で車中泊することなのです。基本的には N ボックスで車中泊していますが、今回はもう一台のボクシーに乗ってきたので、この車での車中泊になります。セカンドシートを畳んで前にずらして、空間を広くしてテーブルを置きました。これがなかなかいい感じなんですよ。私たちの乗ってる車は、車中泊仕様でもなければ、キャンピングカーでもないので、毎回私たちなりの工夫を楽しんでます。前面のサンシェードだけは買いましたけどね。食べてくれましたっていう。これがジナ。あ、いいじゃん。つるつる。こっちがこんにゃく。宮川さんのこんにゃく。刺身で食べる。はい。で、こっちがジナ炒めする前の古漬けです。で、これは。これだよ。それは前のサラダ。これがさっきうちで買ったハムカツ。こんな感じでささやかながらに楽しんでます。今夜はここで動画でも見ながらのんびり過ごします。夜の8時になりました。駐車場は少し隙間が空いているように見えます。しかし普通に混んでますね。この時間から来る人もいます。トイレは非常に綺麗です。洋式で温水シャワー付きですよ。使う方々のマナーもいいのでしょう。気持ちよく使うことができました。さらに1時間が経過したところです。
駐車場は完全に満車になっている模様。夜にここまで混んでる道の駅は初めてかもしれません。時刻は深夜2時です。驚くことに駐車場は無法地帯となっています。車が置ききれずに本来の駐車スペース以外のところにもたくさんの車が止まっています。とりあえずは通行の邪魔にはならない場所を選んでいるようですが、正直ここまですごいとは思ってなかった。今回は土曜日の利用なので余計に混んでるのかなと言いつつも、平日の夜間もかなり混雑しているそうです。車中泊で利用されるのであれば、道の駅の開店時間中に来ることをおすすめします。その方が少なくとも車の動きはありますからね。この時間になってしまうと朝まで出ていく車はないかもしれない。さて、それでは寝ようと思います。おやすみなさい。CB チャンネル。無事に朝を迎えましたが、当たり前のように朝から渋滞になってます。枠外に止めていた車たちはなくなっていました。夜は思っていた以上に静かで、とてもよく眠れました。幹線道路沿いなので、多少の騒音は覚悟してましたが、全く気にならずに朝を迎えることができました。ちなみに寝る時のスタイルは、荷物を全部前の席に移動させて、こんな感じにして寝ています。シートの段差にはクッションなどを敷いて快適に寝ています。最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画はこのあたりでおしまいです。今回の道の駅の詳細は説明欄に貼っておきますね。チャンネル登録やコメントもお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもいただけると嬉しいです。